セキュリティのギターワンポイントレッスン。今日はですね、サンド音程というのをご紹介したいと思います。サンド音程というのは簡単に言うと、一個飛ばしで音階を弾くというやつです。ファラソシダドとかっていう風にですね、一個ずつ飛ばしていくんですけれども、サンド音程はアドリブやバッキングのアイデアとして、応用していきやすいので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。では早速やっていきましょう。まずは6弦1フレットの F から始まるスケール1からいきましょう。ちょっとね、運指が難しいと思うんですけれども、次行きましょう。スケール2です。スケール2は、人差し指6弦5フレットの A からですね。そしてスケール3ですね。スケール3は6弦の7フレットの B から始まります。はい、そしてスケール4です。6弦の10フレット D から始まります。はい、そしてスケール5です。スケール5は6弦の12フレット E から始まります。はい、応用してみたいと思うんですけれども、スケールをですね、このように、そのまま弾いていくとですね、少し機械的になってしまいますので、リズムを加えたり、あとはさまざまなポジションから弾けるようにってことですね。そしてサンド音程を自分のフレーズとくっつけるですね。まあ、これらをミックスしていくと、自然とですね、まあ、機械的にならずにですね、とても音楽的な演奏に、なっていくんじゃないかなと思います。ではちょっとやってみましょう。ここまでがサンド音程ですね。そして次が、これは自分が持ってるよく弾くメロディーです。サンド音程とそしてメロディーを組み合わせるですね。まあ、こんな風にしていくとどんどん広がっていきますから、何も考えずに直感的に弾けるぐらいまで練習するといいと思います。そしてサンド音程はバッキングでも使えます。例えばソシラドシレドミ、こんな風に横にね見ていきましたけれども、これを2つずつ2音ずつ弾いていくんです。こんな風に、では実際に伴奏に合わせてみたいと思います。
バッティングでも、とてもいい感じになったんじゃないかなと思います。はい、サンド音程、単純にエクササイズとしてもね、とても、効果的ですし、かつ音楽的に、すぐ応用していけるので、アドリブやバッキング、ちょっとこう、まあ、中級上級の方になってしまいますけれども、バンドであったりとか、オリジナル曲のですねアレンジというところで、参考にしていただければかなと思います。冒頭の演奏も、サンド音程少しね意識した演奏というふうになってますので、またその点ですね、意識して、見てもらえると嬉しいです。